日本初の本格的な地下駅である宮城電気鉄道仙台駅地下駅の零地下駅はプラットフォームが地下に存在する鉄道駅のこと。高架駅や地上駅から地下化された路線や地下鉄の駅として用いられる。地下に駅を開設することから駅の規模に対して構造物が巨大になり建設費が非常に高くなるほか開業後の維持費も多くかかり、また 災害の復旧にも手間がかかるという難点がある。また、ホームの増設や、ホーム幅の拡張も困難である欠点も存在する。しかしその一方で駅舎を完全に地下化すれば、地上の土地を占有することがないため、土地に余裕がない大都市では路線そのものや、路線の一部区間として、駅の地下化が行われる。また、日照の遮断も行わず、 騒音源にもなりにくいため公害の抑制という意味では有意である。地下駅に設置される地上への出口。プラットフォームのみならず改札機能や発見機能が地下の空間に配置される場合が多い。この場合、地上にある構造物は地下への連絡口に止まる。地下道1階に機能を配置すると莫大な面積を必要とすることになるため、多くの場合は複層構造となっている。 複層構造であれば、地下街との連結も容易になり、地下の機能を高められる。その反面、多くの証拠を必要とするため乗車までの物理的な距離が長くなる。なお、プラットフォームのみ地下とし、駅舎は地上にある場合もある。さらに駅をトンネルの出口付近に設置したために、プラットフォームの末端が地上に露出している場合もある。この場合は、地下駅より、 掘割駅に近い性質を持つ。地下駅の主な建築素材であるコンクリートは、途中の水分に直接接触することで劣化が早まり、構造物としての寿命が地上にある場合に比べ短い。また、東京駅地下施設のように、地下水脈に近い場合は常に排水を行わないと、駅舎全体が水圧によって浮き上がってしまう心配もある。 経年に対応する大規模な改修や修繕が難しく、地上の施設に比べてより多くのコストがかかる。コンクリートの劣化を防ぐ最大の方法としては、水脈よりも深い地下に建設することであるが、高い技術が必要であったり、駅そのものが地下深くになり、アクセスが悪くなる、また時には建設時に身を破壊しかねないため、難しい。さらに、廃駅にする場合、 地下空間を空洞にしたまま放置することは危険であるが建造物を破壊してから埋め立てることは困難を極めることも問題になっている。そのため建造物をそのままにした状態で土砂等で埋め立てるか建造物を定期的に点検、補修しながら資材置き場や避難通路として再利用することが行われる場合がある。それゆえに 地下駅は用途廃止後にも膨大なコストがかかるという欠点をも持つ。地下駅の広報は地上駅や高架駅とは異なり、改作工法やシールド工法が用いられる。また、地上部の駅とは異なり、地下部では土と密接するため外壁にはタイルや塗装などの装飾はされず、耐水コンクリートなどの特に水に強い素材が用いられる。特に20世紀後半以降は、 鉄筋コンクリートが主流となり、使用されている。建物としての基礎工事は、改作工法であれば行われるが、そうでない場合、安定した固い地盤に建設することが多い。しかし安定した固い地盤が遠いと、基礎工事が困難であるため、簡易な基礎で済まされることも多々ある。仮に駅に基礎工事が行われたとしても、 線路のトンネルは基礎工事は行われないため地盤が柔らかい場所や地震が頻発する場所の地下駅は路線と駅との接続部分が経年での劣化が非常に早い。掘割駅の例プラットホームが掘割内にある駅。地面を掘り下げた掘割内に線路を通してホームを設置したもので地面よりも低い場所にホームが作られているがホーム、線路の上に蓋はされず 天井がない形態の駅である。講義には地下駅に含まれるが、掘割駅の場合には、駅舎が掘割の脇の地上に設置されたり、掘割の上に蓋をして、地面と同じ高さに設置されたりすることが多いため、地上駅とされる場合もある。世界初の地下鉄であるロンドン地下鉄においては、当初蒸気機関車で運行していたことから、廃煙のために駅を掘割にしていた。 サークル線など、古い路線では、現在も掘割り内にある駅が多く見られる。英語では、サーブ、サーフェースプラットフォームなどと記される。ありがとうございます。